B7000 の接着剤を使って iPhone の裏蓋の防水加工をしていきます。バッテリー交換で有名なこの B7000 っていう接着剤をちょっと探してて、中国の通販サイトから購入しました。あの iPhone のこの裏蓋の部分ですね、防水テープを剥がしてしまった時に、代わりのテープがなくって、で、それをですね代用できるものを探してたところ、この防水性を多少持たせることができるっていうこの B7000 っていう接着剤の存在を知って今回購入をしました。で、本当に防水効果があるのかっていうのはちょっとまた別の動画でね紹介しているので、もしよければちょっとそちらもぜひご覧いただければと思います。iPhone の裏蓋を開けた状態です。この iPhone 自体はもう1回ねバッテリー交換を自分でしてるんですよ。なので、今ここに入っているのは自分で交換した交換後の新しいバッテリーが入ってます。で、ちょっとここの防水テープがですねネットで探したんですけど、日本にはこのフロントパネル用は見つかったんですけど、このバックパネル用が売ってなくって、ちょっと見つけられなかったんで、今回この B7000 をこの縁に塗ってですね、防水、まあ、防水っていうとちょっと言い過ぎかもしれないですね、耐水か、まあ、耐水加工をしていこうと思います。でちょっと前日に別の動画の耐久性テストをこれで試していたので、これは一旦バッテリーだけ交換して接着剤なしで締めてたので、まあ、簡単に開きました。でもここのね、線だけちょっと気をつけながら接着をしていこうと思います。これは事前にこういう縁についもともとついていた接着剤はですね、溶剤を使って綺麗に一回クリーニングしてます。古いのが残ってると新しい接着剤がきちっとくっついてくれなくって、隙間が空いちゃうので、そこはね、まあ、除光液とか、まあ、シール剥がしとかですかね、それリムーバーで一度取っておく必要があります。一部接着剤が残ってる部分があるので、最後のちょっと仕上げで、溶かしていきます。はい、じゃあ B7000 で、接着していきます。小回り1周ずつ塗って、少しね乾かしてから接着をしてくださいと書いてありました。でこれね、あのすごい細いこういうノズルがついてて、こう細いこういう細かい作業がしやすいようになってます。
ここでカメラとかレンズのところにですねゴミが入ってると後で撮れなくなるのでちょっとそれだけ要注意ですね。このケーブルをですね接着接続していきます。塗り終わりました。はい、じゃあ接着していきます。あ、しなせた細胞面塗ったんでやっぱちょっとはみ出してきますね。でもそれぐらいがいいんじゃないかな。ちゃんと体勢にして隙間なくしないといけないわけです。ここに角っことか全くしづらいのよし。一応を接着してちょっとはみ出たの接着剤を取ってみましたが結構しっかりくっついてる気がしますね。なんかこの辺とかね、浮いちゃってたんですよずっと。でも今押しても動いてないし結構くっついてるのかな。で、24時間ぐらいはですね最低でも乾燥させるっていう風に書いてあってたんですけど、ちょっとスマホを24時間使えない状態も難しいので、セロハンテープで、ぎっちり固定をして、放置してみます。放置というか固定をして普通に使ってみます。
目やばいですけど、セロハンで固定をしたので、これで1日ぐらい放置してみます、はい、約2日ですね、セロハンテープで固定したので取っていきます。剥がし終わりました。ね、ちょっと誤算だったのが見えるかな、この塗装がね剥がれましたね、これセロハンテープで。ちょっとポツポツ白いところ、こんな簡単に塗装って剥がれちゃうんだ、ちょっとびっくりしたんですけど、ですね、まあ、ちょっとこの iPhone を水に沈めてちょっと耐水確認もねちょっとする勇気はないんですが、一応見た感じ、こういう角とかね今まで浮いてたんですけど、こう押しても全く動かない感じがあるので、きちっと接着されてるんじゃないかなというふうに思います。こういう4つ角ですね、テープでやってた時はねこう絶対浮いちゃったんですよね、テープが薄すぎるんだと思うんですけど、でだいぶ今回厚塗りしたので、ほんの少しこの隙間がちょっと浮いてるように見えるんですけど、だそれぐらいきちっと中で厚みを持って固まってくれてるんだろうとちょっと期待をしています。こっちもねほんのちょっとですけどね、爪がちょっと乗るぐらいで、はみ出てたところもですね、こう普通に擦るだけで、カスダマになって取れてくるんですけど、まあ、ちょっとなー、これ塗装が剥げちゃったのは予想外だったんですけど、だいぶ良さそうな感じです。まあ、本当はね、これご覧いただいてる方はね、これ沈めて実験しろよって思うと思うんですけど、ちょっとさすがにその勇気はないので、まあ、今回はここで終わりにしますが、B7000 の接着剤自体は実際にね iPhone とかをね沈めてる動画が YouTube で出てくるんですよ。でそれを私見て、あこれなら使えそうと思って購入したので、まあ、そういうのも動画見ていただければ、まあ、参考になるかなと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。